8月29日1日の取引を終えました。日経平均株価は先週末に比べて275円と87銭高 36,026 円94銭でした。3万6000台を回復しています。トピックス 31.83 ポイント高の 2529.48 でした。日経平均株価反発ですね。プライム全体の 81% にあたる1345銘柄が上昇しました。下落したのは全体の 16%、 277銘柄ということで、上昇銘柄数の方が多く、指数反発という1日でした。グロース250指数は下落しまして 3.55 ポイント安 0.5% の下落でした。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均株価は先週の金曜日3万6000を割り込んで引けたんですが、今日は反発し3万6000に乗せて終えています。ただまあ上髭が出ているところから分かりますように、一気にぐんぐんと買い上がるという状況には至っていませんでした。275円と87銭高 0.7% の上昇でした。今日動いたところでは、いわゆる原油関連のところですね。1605インペックス、81円と50銭高 4.1% の上昇でした。中東情勢がまあかなり緊迫化しているということであります。フーシ派による航海ですね、赤い海の方の航海ですが、航海でのタンカー攻撃が相次いでいるということであります。まあ、米軍などが報復も示唆しているということで、中東情勢の一段の緊迫化というところから原油先物が上昇しています。まあ、これを受けて原油関連セクターであるインペックスも買われていました。一方でこちらハイテク関連のところ、8035東京エレクトロンといった半導体セクター、今日はなんとか下げ止まったというような状況です。先週の末金曜日にかなり売られたんですが、東京エレクトロンなんとか下げ止まっています。今日は40円高 0.1% ではありますが、プラス圏と、プラスで引けて、なんとか下げ止まりの様相を呈したという1日でした。今日の東京市場、日経平均株価は反発して引けています。まあ、3万6000円台に乗せていまして、プライム市場全体では8割の銘柄が上昇すると、まあ、比較的買われた銘柄が多い、まあ、どちらかといえば強気相場でありました。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。